殺すぞ俺は後悔するな。
まなかった。
紙の昆虫カードを選んでね。次は打撃技を覚えさせるんだ。次はハサミ技を覚えさせるんだ。次は投げ技を覚えさせるんだ。これでいいかい？いけ、お前が女王だ。全力で戦わせてもらいます。青肌トンボ。メスキングの名をかけた熱い戦いが始まるよ。勝つのはどっちだ。はじめ。怪我しますよ。待ってください。ちょっと、やった。まだまだ攻めんで。決まった。完璧だ。お楽しみはこれからやって。まだまだ楽しみ。虫の息、今にも死にそうな感じのことだよ。とどめを刺せるときはボタンのマークが光るって知ってた？ちょっとお前、イライラしてんだよ。なんなんだ。Yeah!
ちょっとてめえ。くそ、逃げられた。お前まだだよ。ちょっとお前。おら。虫の居所が悪いんでな。ちゃんと。やるな。許してくれ。マジでしてくれよ。ああそうだ、そういえばたかしの連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京花って女の親父さんか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあせっかくの差し入れなんだ、もらっとけ。ああ、それから実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるのを、ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに行く。それじゃあ早く来てね。
ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。何何？サヤって女からだが、伊達さん、約束すっぽかしたようだな。それ、伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ？そこに第三公園って小さな公園があるの。おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱなんでもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって、行こう。さや。ちょっと！伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、サヤの味方？多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、サヤのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？いらっしゃいませ。